私は異界の魔法使いジェリーフィッシュブルーム、半分怪異で半分人間の異界の水先案内人です。人生は夢と現実でできている。前回ポケマルの活躍で夢の世界から戻った2人、しかし現実はまだまだ続きます。夢もまだまだ続きます。というわけで本日もヒプノノーツやっていきたいと思います。と言いましても、一応ストーリーはクリアしたのですが、ここ一旦消えますね。おまけというものがあるので、そこをプレイしていきたいと思います。そして気がつきましたが、ずっとベッドで寝ていたコケマルがコケマルがありがとうコケマル。では続きをプレイしていきたいと思います。ドリームプレイデバイス、略して DPD。 週末ロールプレイング。あ、思いっきりがっつりストーリーある感じですね。ブルームが主人公、ちょっと楽しげな音楽ですけど大丈夫でしょうか。あれ故郷が滅亡した。アイアンソードを見つけた。経験値を15点に入れた。あれ、なんか違うゲーム始まってます。あれ、幼馴染がブルームの身代わりになって死んだ。経験値を17手に入れた。なんかドリームプレイデバイス、ゲームとして発売されたんですか。ひょっとして巨大文明のロボットが発掘された。巨大人型兵器を見つけた。あれ、なんか違うゲーム始まっちゃってます。持っているだけで効果。あれあれあれ、力プラス3プラス3。アイアンソードよりちょっと強いぐらいなんですね。あれ、なんか違う、スライムさんが現れた。なんか可愛いですけど。あれ、かわされた。4のダメージ。あ、スライムさん結構強い。あれ、壊滅しそうな。ゲームバランス大丈夫ですか、このゲーム。スライムさんを倒した。回復アイテムがないと。あれ、しかも前にしか進めません、このゲーム。師匠が殺された。人が死にすぎです。聖剣エクスカリバーを手に入れた。力プラス5、巨大人型兵器より上ですね。人が死にすぎ。そして使命与えられた呪いの刻印を見つけた。持っているだけで力プラス2。なんかこれ悪いものに変化したりしませんかね。まあレベルが上がった。なんか仲間の女の子たち全員に好かれた。仲間の女の子たち、ちょっと左の人若干目が死んでません。汗かいてますけど。スライムさんが現れた。アイアンソード壊れました。脆いです。どっかの亡者の世界の槍みたいな脆さです。流し切りが命中した。多い継承権を見つけた。何ですかこの、これは。使用するとレベルが上がる。まだまあ上げなくていいですね。タイムマシンを発明した。何ですかこれ、この物語。魔王を倒しに行くのが目標なんでしょうか。殺人事件を解決した。あれ、なんかあれれあれれ、なんかおかしなことになっているぞ。アイスソードプラス4。王位継承権、まあ次のレベルが上がったら。オーガさん、さん付け。みんなオーガさんの攻撃。オーガさん、オーガさん倒しましょう。ロンギヌスの槍を見つけた。はい、トールハンマーを見つけた。レベルアップ、力が上がった。トールハンマー、雷神トールですよね。あのなんか神話が始まってますけど大丈夫でしょうか。オーガさんが現れた。ロンギヌスの槍、あっさり壊れました。力しかありませんねこの世界は。千人の豆、千図ですか。 HP プラス100。反乱軍が帝国軍に勝った。あれ、多い継承権とかありましたけど反乱軍だったんですか。ツッコミどころが凄まじいですねこれ。ドリープレイ、狼少年と出会った狼少年が仲間になった。私は何をプレイしているのでしょうか。鉄の巨人さんが現れた。うん、狼少年、あ、狼少年が一緒に戦ってくれてます。嘘つきだったりするんでしょうか。獣人ということでしょうか、それとも。おっと、倒しました。オペラに出演した美声の蜂蜜を見つけた。何ですか、喉を潤すプラス20。まあ使っておきましょうか。乗っていた機関車が暴走した。エリクサーを見つけた。エリクサー、なんで機関車でエリクサーを見つけるんですかこれ。なんかいろんなものが混ざってるんですけど。
これ夢の果てが発売したんですかね大丈夫ですか、シナリオストーリーライターの人エリクサー HP なんか雑なんですけど、ストーリーが鉄の巨人さん、狼少年、狼少年裏切ったりしませんよね。あ、倒しました。人工衛星エレーサー地上の目標を焼き尽くす超能力者には弱い。プラス13、エクスカリバーの倍以上の力があります。赤の扉だ、赤の扉、せっかくだから開けるしかありません。聖杯を見つけました。吸血鬼が恐れる武器、ちょっと世界観統一しましょうよ。これすごいダメ出し間違いなしですよ。鉄の巨人さんが現れた。鉄の巨人さんも相手になりません。倒しました。千人の豆を見つけました。ここ誰ですか、この女神は天秤持ってますけど。ここで死ぬ運命ではないと言われた。女神の手のひらの基地に侵入した。だから世界観を統一しましょう。剣と魔法のファンタジーなのか、それともね、なんかそういう軍略ゲームなのか。マシンガンを見つけた。聖杯と人工衛星レーザーとアイスソード、呪いの刻印、エクスカリバー、人型兵器、エリクサー、何ですかこの統一感のなさは。世界観大事し、実は魔王の血を引いていた勇者証明書、魔王の血を引いていた勇者証明書、何ですかこれ。ああ、使用するとレベルが上がる。レベルアップ、戦闘機出てきました。のぞみさんの大好きな戦闘機です。空を支配する武器、持ってるだけで効果プラス9。打天使もさん付けです。戦闘機あっさり壊れた。何のために拾いました、戦闘機。打天使さん強い。戦闘中にも使えるんですかね、これ。お、だいぶ効きました。なんか最初効かなかったんですけど、経験値50手に入れた。崖でヒロインを引っ張った。ヒロインを引っ張っただけ。いや、ちょっとツッコミどころ多すぎなんですけど。宇宙に行った、宇宙戦艦、宇宙戦艦。やめて、もう統一しましょう世界観を。はい、世界救いました。まだゴールじゃないのに世界救って、なんか変な薄ら笑いを浮かべております。敵はヒロインと抱き合った、抱き合っただけで。カオスさんが現れた。マシンガン壊れました。じゃあ王位継承権で、レベル上がりすぎです。レベルアップで回復するっていうのはね、ちょっとできるんじゃないかと思って試してみました。経験値80。また世界を救いました。どこですかここは、遺跡ですか。ヒロインと抱き合った。雑にレベル、また世界を救いました。綺麗ですよね、こうやって雲間からね光が出てくるのは。カオスさん、さん付け。カオスさん、ちょっと HP やばいんで、まあ雑に千人の豆で雑に回復します。カオスさん強いですね。あ、呪いの刻印が壊れた。なんか音楽はかっこいいんですけど、今までの人生の冒険と比べてあまり。あ、レベルアップ、レベルが19になりました。あ、HP が19上がりました。レベルの音楽はかっこいいんですけど、何ですかね。ヒロインと抱き合った。もうすぐゴールですかこれ。BPD、なんかすごいみんな期待してて、諜報活動にも使えるとか、夢の世界がつながってるとか、いろいろ生まれましたけど、控えめに言ってこれ、だいぶあれゲーなんですけど、大丈夫でしょうかこれ。また世界を雑に救いました。まあこれは夢の世界でなんかやるんだったら感動なのかもしれないですけど、ストーリーもちょっとどうにかならなかったんでしょうか。ついに来たな、勇者よ。祭りさん現れちゃいました。だが俺様に勝てると思うのよ。二度と蘇らぬよ。骨までしゃぶり尽くしてくれるわ。これなんか棒読みでやってんのか、祭りさんだと真顔でノリノリで来てる可能性もありますよね。世界征服したいって言ってましたからね。行くぞ。大魔王が現れた。大魔王祭りさんですか。
狼少年。あ、宇宙戦艦壊れました。壊れすぎです、あっさり。大魔王の攻撃23のダメージなんで結構やばいですね。次で死ぬ可能性があるので経験レベルアップで回復します。レベルアップ回復強い。倒せそうですよね。あと一発耐えれます。まあこれ勝てると思いますけど、仙人の豆を使って回復。狼少年の一撃で倒せない。あ、世界中のクリスタルを見つけました。はい。っていうか、なんか別のことがしたい。出かけようよ。夢の世界で遊んでるんですかね、二人で。いいですね。いいですよ。はい。やったー。ね、どこに行く？あ、すごい仲良くしてんです。競馬ってなんか見えてんですけど。水族館の方がいいですね。クラゲとか見ません？一緒に。帰りはお寿司にしようね。というわけで、夢の世界で遊んで戻ってきたと。週末ロールプレイング、カン。はい。というわけで、はい。というわけで、今のは何だったんでしょうか。エンドロールが見えますけど。ではね、ひとまず、じゃあ、セーブしてオープニングに戻りましょうか。はい。はい。というわけで、というわけで、今の何だったんでしょうか？私、どっから突っ込めばいいのでしょうか？では、では、これで終わりでよろしいのでしょうか？本当に。ヒプノノーツ。とてもね、今まで大変な12の夜を過ごしたり、なんか会社から裏切られるようなことがあったりしても、イザナミに追いかけられても、コケ丸のおかげで乗り越えたりとか、いろいろありましたけど、最終回これで良いのでしょうか。はい。では本日はね、本日はというかヒプノノーツがなんとここでこの13回やってきたヒプノノーツここで終わりたいと思います。私大丈夫ですよ、シナリオ書きますよ全然。夢の果てさん、夢の果てさんが今作ってるんですかね、ちょっとわかんないですけど。この動画やイカについて興味を持っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、Twitter 現 X のフォローをお願いします。概要欄には本日プレイさせていただいたヒプノノーツ、長らくプレイさせていただいたヒプノノーツの購入ページのリンクも貼ってありますので、チェックしてみてください。ではまた次のイカでお会いいたしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。制作者様並びに見てくださった皆様、本当にありがとうございました。夢も現実も大事にしていきましょうね。ではでは。